今日行われたのはコロナ禍で甲子園大会が中止となった2020年の夏、高校3年生だった元球児たちによる野球大会です。呼びかけたのは当時東東京の城西高校野球部に所属していた大竹さん。大会実現への会場費などを賄うためクラウドファンディングを立ち上げ、およそ2700万円を集めました。こういうプロジェクトを立ち上げてくれてありがとうっていう言葉をもらってここまで来れて嬉しいなと思います。午前中に行われたシートノックでは甲子園の土を踏みしめて笑顔でプレーする選手たちの姿がありました。何回来てもやっぱ最高の場所ですね。いいメンバーと野球ができて最高の場所できたんで本当に良かったです。大阪からはあの阪神タイガース岡田彰布監督の母校で2020年の夏独自大会で優勝した関大北陽高校が参加。どこにもぶつけられない思いってあったんで、それが今日夢叶ったんで良かったです。頑張ってきた仲間なんで、全力で楽しみたい。関大北陽高校は特別試合にも挑み、元気いっぱいの高校球児に戻って全力プレーで球場を盛り上げました。今日のためにやってきたんだなって思いがあったので、もう辛かったことは全然覚えてないですし、僕もあの選手と同じ同世代なので、この世代と共に次また歩み出したいなと思いました。